今回お話しするのは、豪邸に住んでる、まあ、豪邸の主人の方の話です。で、どの豪邸、しかも主人ってどなたですかっていう、まあ、そういう話なんですけど、まあ、孫正義さんですね。まあ、皆さん、ご存知だと思います。ソフトバンクの、あの孫正義さんです。はい。今回は、その、孫正義さんの豪邸についてのお話をさせていただきたいと思います。で、まあ、一応これまとめを動画にしたものでして、で、そのまとめのリンクを動画の、まあ、動画直下の説明欄に記載させていただきます。まあ、そちらも合わせてお楽しみください。はい、で、まあ、そこ行っちゃいます。まあ、ちょっと撮影が夜だってこともあるので。で、はい、まずまあ、豪邸の紹介の前に、まあ、豪邸に住んでる主人となる、豪邸の主人の孫正義さんの紹介です。はい。孫正義さんですね。ソフトバンクグループ創業者として知られています。で、ソフトバンクグループの、まあ、会長ですね。代表取締役会長兼社長だそうです。なんかヤフーの取締役もやってるみたいですね。あとはなんかその他の会社の、まあ、会長ですとか、取締役、なんかアリババの取締役もやってるそうですね。はい。で、ソフトバンクの筆頭株主だそうです。で、今は、そうか、2018年において、第1位の金持ちだそうですね。なんか、総資産2兆2930億円もあるそうです。羨ましいですね。ここまで来ると、嫉妬心すら感じないですね。はい。で、まあ、年収がなんか96億9000万円。なんか、これって2017年6月の、2017年6月に発表された情報だそうです。で、なんか配当収入が9400億円。で、なんか役員報酬がなんか残りみたいな感じだそうです。はい、まあいいや、もう。はい。では、待ちかね。この動画の結論となる豪邸の情報です。孫正義さんの豪邸なんですけど、まずなんか日本に900坪を超える豪邸を2つ持ってるそうです。はい、なんか2つ持ってるってすごいですね。なんか2つ持ってる意味もちょっとわからないんですけど、庶民の私には。で、なんか日本だけじゃなくてアメリカにも自宅があるそうです。で、どうしようかな。まあ、1つ目の豪邸ですね。まあ、2つ目とか3つ目の豪邸もちょっとお話しさせていただきたいと思うんですけど、まあ、2つ目、3つ目とかはまあ、ちょっとだけですね。1つ目の豪邸の紹介をさせていただきます。で、1つ目の豪邸って、東京都港区麻布長坂町ってところにあるそうです。で、敷地面積960坪を超えるそうです。で、総評価額は63億8000万円。で、なんか、相続税対策のためになんか、夫人名義となってるそうです。でですね、階数なんですけど、地上3階、地下1階だそうです。で、白い壁が映える、商社の大邸宅だそうです。で、地下には、なんか、まあ、孫さんが自ら開発したと言われているゴルフシミュレーターですとか、まあ、サウナ、プールも完備されているそうです。100人規模でパーティーが可能なサンルームもあるそうですね。一つ目は以上です。二つ目ですね。まあ、二つ目は、なんか料亭の跡地に建てられたそうです。なんか般若園、ちょっと名前よくわからないんですけど、料亭の跡地に建てられたそうです。で、総工費80億円で、地上4階、地下2階だそうですね。で、地下にはゴルフ練習場ですとか、ボーリング場があるそうです。で、3つ目の豪邸が、アメリカにあって、で、なんかアメリカ・カリフォルニア州のシリコンバレーにあるそうです。で、坪換算すると、なんか、敷地面積は1万890坪だそうです。めっちゃ広いですね。日本にある豪邸より広いですね。スケールが違うのやっぱアメリカは。で、購入価格が、これドルなんですけど、1億1750万ドルだそうです。だから、日本円に換算すると、1ドル100円と換算すると100億か。はい。すごすぎ。で、まあ、そう考えると、まあ、でも、なんか、1万坪を超える敷地面積を考えると、なんか、アメリカの不動産は、日本の不動産よりもかなりお買い得
らしいです。まあ、ちょっとよくわからないですけど、であとその他にもなんか孫さんって別荘持ってるみたいで、箱根の別荘がなんか資産価値3億円で、軽井沢の別荘が資産価値6億円だそうです。なんか こんなに家とか別荘持ってて何に使うんだろうって思っちゃいますけどね。まあ、最後にちょっとこれまとめで、まあ、私このまとめの最後に書かせていただいたんですけど、まあ、こういう豪邸を建てられる方々っていうのは、まあ、努力をした結果、まあ、富を獲得したわけじゃないですか。でやっぱり何度も挫折ですとか屈辱ですとか苦悩を味わったことだと思います。でもそれでも努力やめなかったから、まあ、こういう豪邸を建てることができたんでしょうね。まあ、やっぱ仕事が好きだったからかもしれませんね。で、まあ、こういうところをやっぱり私たちも学ぶべきでして、私たち一般市民も、庶民も。で、やっぱり仕事を好きになったらいいんじゃないかなって思いますね。まあ、それがやっぱり成功への、まあ、入り口なんじゃないかと私は思っております。はい。で、これまとめサイトには、まあ、孫正義さんのその豪邸の写真ですね。まあ、写真というか、絵を、画像を、載せていますので、まあ、こちらも合わせてお楽しみいただけると嬉しいです。はい。で、ちょっとこの後にちょっと注意点を話させていただきたいので、すいません。まだこのまま動画、ご視聴ください。よろしくお願いいたします。では、注意点です。で、今この動画で話した内容なんですけど、基本的に他人の家の広さや設備の話をしています。なので、目を見やったらとですね、なんか動画で紹介した豪邸のその住人の方々をですね、まあ、煩わせたりですとか、まあ、困らせたりですとか、まあ、迷惑が及ぶような行為はしないでください。決してしないでください。で、今回、まあ、私、まあ、このような動画をまあ制作しました。まあ、このような動画を制作しちゃいました。で、まあ、動画で話した内容なんですけど、あくまでも本当に予想様の家の構造や場所についての話ですからね。で、このことを絶対に忘れないでください。まあ、要は人様に迷惑が及ぶような、人様に危害が及ぶような行為はしないでください。で、この動画をご視聴の皆さんも、自分の家の広さですとか、設備ですとか、まあ、その他もろもろのことについてネットで書かれたり、あとは、まあ、自分の家の周囲を、まあ、見知らぬ人に、まあ、知らない人に嗅ぎ回られるのって、すごく嫌な気持ちがすると思うんですよ。で、まあ、当然だと思うんですけど、まあ、これも当然だと思うんですけど、自分が やられて嫌だなって思う行為は、他の人にもしないでくださいね。本当に自分が、まあ、これ、なんか小学生に言うようなことだと思うんですけど、自分がやられて嫌だなって思う行為は、他人にしないですよね、まず。まあ、そういうことやめてくださいねって、要は自分がやられて嫌だなって思う行為は、他人にもしないでください。で、これは社会生活を送る上で必要な常識であって、で、マナーでもあります。はい。はい、まあ、こんなことは言う必要もないと思うんですけど、一応こういった注意点を、まあ、この場を借りて言わせていただきました。以上になります。ご視聴いただきありがとうございます。